はい、えー、今回はね、毎日新聞の記事からなんですけども、これ実は1月1日、今年のお正月の記事なんですよ。タイトル見てください。水面下で出回る中国ワクチン、富裕層から長田町へ寝られる日本市場ということで、えー、ございます。ちょっとこれね、写真だけで記事がないんですけども、5枚の写真があります。ただ、記事の本文っていうのは、ちょっと読んだものがありまして、えー、端的に言うとですね、この時、 ある IT 企業の社長が奥さんと一緒にこのワクチンを打ちに行ったらしいんですよ。そこに毎日新聞の記者がインタビューをして、そして答えてもらったということですよね。で、ワクチンの価格は1本1万円で、えー、不活化ワクチンだったかな。で、えーと、1月の6日にもう1回接種したということで、2回打たないといけないんですよね、これはね。で、 反応は奥さんももご自身もなくってで、この毎日新聞の記者は、その後、根掘り葉掘り聞いてるんですけども、その人一人だけじゃなくてね、複数の方に聞かれてるんですよ。で、もう、聞き取りのリストまでできてるらしくって、結構な人数が、ワクチンを、中国ワクチンを、もう闇で仕入れて接種して、えー、まあ、この世の中にいるということらしいんですよね。えー、もしかしたら、まあ、政治家の皆さんも、もうすでに受けてるのかもしれないですね。うん。で、 他にもちょっとニュースがあるんですけども、実はこのワクチンを日本に持ち込んだ中国人ブローカーにもインタビューできてるんですよね。で、これもね、あの、まとめて簡単に言うと、日本での中国製ワクチンの影響力を強めたいから、まあ、お金持ち、富裕層、政治家さんに進めてるんだというふうに答えてましたね。 で、実際中国国内でワクチンを打つ場合ってのは、うん、まあ、あの、通常の一般ルートだと4000円前後なんですけども、まあ、順番待ちがすごく長くなるんで、中国ってのは14億人いますからね。だから2億人、3億人に接種しようと思うと、すごい時間かかるわけですよ。ですから、ーオークションみたいに優先的に SNS を通じてワクチンを打ちたい人みたいな募集があるみたいなんですけども、そこに応募すると、まあ、4、5万から、 10万、20万みたいな価格らしいんで、かなり高いんですよね。で、そういうふうに、中国で値段が上がるぐらいむちゃくちゃ高い人気のこの中国ワクチンなんですけども、なんで日本に来てね、1万円で売るかっていうと、実はこれがね、ハニートラップなんじゃないかなって言われてるんですよ。ハニートラップっていうのは通常、あのー、どっか旅行して、その国の特別な接待を受けると、それを元に譲られるみたいなことなんですけどもね。例えば女性を使ったりとか、 あーなんかある一定のお金を握らしたりとかあると思うんですけどもで今回のハニートラップっていうのはこれをもとにねただ違法性があるかないかっていうとこのワクチンなり薬剤を自分のために個人輸入する分には全然問題ないんですけども人に売るために持ってくるとダメらしいんですよね。 ということで罰せられるのはこの中国人ブローカーだけなんで接種した方としては社会的なね後ろめたさはあってもまあ特別な罰はないみたいなんですよちょっと2枚目の写真とか見てみますあれいかないですねこれ2枚目の写真これですよえっ、ー、と写真が写んないですねすいませんまあ見てもしょうがないといえば見てもしょうがないですけどもこの写真 あれなんでだろうなんかカーソルが効かないですね。なんかのトラブルでちょっと動かなくなっております。え、待機になってるんか。はい、待機しましょうか。しょうがない。えー、ということでね、えー、今回は中国製ワクチンの話をさせてもらいましたけども、これが毎日新聞の記事で出てるっていうのが面白いですよね。私普段新聞見ないんで、ちょっとね、これを紹介するの遅れちゃったんですけども、 まあなかなかね、新聞でもいいスクープしますよね。プラスこれがあんまり話題になってないてところが面白いなと思います。本日は以上です。